今回のイバキラピープルでございますけれども、なんかこういかついでしょというわけでして、今日はですね、格闘ジム R ブラッドにお邪魔いたしまして、 R ブラッド代表桜井龍太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。龍太さんっていう言い方もなんだよね。そうですね呼ばないからね。そう、よさん付けしたのは多分初めてに近いと思うんですけども。そうね、はい、実は僕これ中学校の同級生なんですよ、うん、中学校の同級生、つまり同い年ながら、この体育の違いね、これ、うん、すごいですけどもね、まあ実はこのジムの代表でありながら現役の、はい、まあ、格闘技の選手として活躍されている桜井龍太さん、まあ龍太にお話を今日はちょっといろいろ伺っていこうと思います、はい、よろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします。というわけで、まあ、同い年でね、こうやって現役で今頑張っていらっしゃいますけども、はい、改めて、まあ、もう龍太っていう場所もないんだけど、龍太、はい、のプロフィールをちょっとね、ご覧の皆さんにもお話ししていかなきゃいけないなと思うんですが、はい、まずいくつぐらいからこうやって格闘技にのめり込んでいった、うん、いくつ、どうですかね、まあ、やりだしたのは、まあ、うん、中学ぐらいかなって感じですけどね。中学時代、まあ、確かにレスリング部あったから、うん、それに入ってやってたんだよね。そうそうそう、もうはるか昔の話だから、そうそうそう、俺もぼんやりしちゃってんだけどもうね、だいぶ前だね。もともと格闘技は好きだったの？格闘技はもう本当ちっちゃい時から好きで、うん、で、そうね、うん、小学2年ぐらいには多分、うん、ぼんやりだけど、うん、まあ、格闘技とかそういうので生活するのかなみたいな感じはあったけども、はあ、うん、どうしたらそうなる、うんうん、そうなれるかっていうのは分からなかったから、うんうん、ね、その中で中学でそうか、そうそう、部活があって始めたっていう、もうそこからもう要は13、14歳ぐらいじゃない、うん、そこからもうずっと格闘技の道を歩んできてる、うん、そうですね、なんだかんだで。それってすごいじゃない。途中で嫌になったりしなかった、うん、あ、まあ2回ぐらいなんか怪我だとか、うんうん、そういうので、うん、ちょっと厳しいかなっていう時はあったけども、うん、でもこれしかないかなっていう、お、うん、他は何やっても何もつまんないんで。すごいな。でもね、ちょっとほら前に話聞いたけど、うん、我々世代のプロレス好きなら必ず反応する、うん、ゴッチ選手、カルゴッチのところにも通ったことがあるんでしょ。通ったっていうか、まあ、たまたま、うん、まあ、レスリングの、まあ、スクールっていうか、うん、その道場に練習させてもらってた時に、うん、一緒に、まあ、まあ、一軒家で、うん、なんですかね、まあ、みんな集まってそこでこう生活するような場があって、寮みたいな、そうですね、うん、そこでたまたまその一人がゴッチさんの弟子がいて、うん、でその人がまあ、ゴッチさんの練習、うん、まあ、なんですか、ガレージがあるところに行くっていう時に一緒に行かせてもらったって感じで、うん、ってことは直にガールゴッチさんに、まあ、ある程度教わったことがある。襲ったことは、まあそうですね、その時に、はい、行って、それだけで同級生ながら憧れの目で見ちゃう自分がいるんだけど、でも自分もね、うん、行った時はもうゴチさんだから、やっぱり鳥肌が立った感じだね、一番最初は。カール・ゴチさんご存知ない方はぜひいろいろ検索していただければものすごい選手だったのが出てきますんでね、よろしくお願いしたいと思いますけれども、はい、まあ、そういったいろんな経験をしつつ、すごい称号を取ったじゃないですか、第2代の、あ、ディープの、うん、はい、ディープのチャンピオンとして君臨されたわけですけども、はい、実際その時ってのはどんな気持ちだった？その時、うん、まあその時はまあそういうまあ、チャンピオンと戦えるっていうのが、うん、話が来て、うん、で、まあ取るもんだと思って、うん、試合をして、まあ、取れたって感じ。取るもんだと思って試合をして取れた。うんとね、みんな取るもんだと思って大体願望で終わるんですよね。そうなんだよな。
まあまあこの筋肉見ても分かるけど、やっぱ半端ないトレーニングをしているわけじゃない。そう、まあそうですね、はい、うん、結構やってます ね。で実際まあこのジムが、まあ、リュータのジムである、まあリュータが代表でありますから、リュータのジムであるってことなんですけども、はい、ここ自体は開業して何年ぐらいになる？8年近く、もう来年になったら9年目かな。で最初はまあ変な話、自分のトレーニングする場所として立ち上げた。そうそうそう。でもそう考えると今もほら現役の選手なわけじゃない、うん、現役の選手と、まあ、ジムのオーナーとしての二足のわらじって大変じゃない、うん、ね、大変大変だね、うん、まあ年齢的にはそのオーナーになってもおかしくない年齢ではあるけども、いまだにねぶっちゃけ40過ぎて、うん、現役の選手でやれるってのは何かやっぱある自分の中で。いや何かあるっていうか、まあ、みんな頑張ってるんで、うん、一緒に頑張ってるって感じなのかなみんなが頑張ってるか一生懸命頑張ってる、うん、あとはまあ自分が頑張るとまたね、うん、それがこう下の人が刺激にもなるし、うん、まあ、自分が言ってることに説得力があるというか、やっぱりなんだかんだで、やっぱり強くないとね、言ってることがね、うん、やっぱりそれで入ってくる人とかはこう素直に聞いてくれないんだよね、なんか。はあ、でも本当に強い人がこういうこと言うとゾクッとしますな。本当、分かんないけどなんか俺なんか同級生を褒めるのってすごいなんか照れくさいんだけど、かっこいいわ。まあそんな感じかっこいいわけじゃないと思うけどいやいや、かっこいいですよ。ギリギリだよね、うん、でもね、まあその現役で頑張ってる強い人間が言うからっていうのもあるけど、うん、その現役のあなたがまた近々試合があるっていう話じゃない？はい、ありますね、はい、いつある？10月の26日。10月の26日、はい、日曜日。日曜日、日曜日どちらであるんですか？水道橋の高楽園があるところの、うんうん、隣にあの TDC ホールっていうのがあって、うん、そこで、うん、あ、で高楽園を目指していけば、あ、まあ、大体、はい、あの場所もう隣なんで、うんうん、はい、今回の試合っていうのはやっぱりディープ、ディープで、ディープで、ってことは2代目チャンピオンだったリュータがディープにまた参戦して、はい、てっぺん狙うと。そうですね、今度の相手に勝てば、うん、あのまたチャンピオンの人とタイトルマッチが12月にあるんで、はい、うん、そっちに行ければなって感じです。すごいね。ね、すごいっていうわけじゃないけど、まあ勝たないとすごくはない。いや、まあまあそうだけどさ、うん、でこれぶっちゃけチケットの販売とかっていうのは、あ、チケット販売、うん、そうですね、あ、まあ、ジムの方でも、うん、はい、あ、こちらのジムで、そうですね、ジムの方に言ってもらった方が、うん、あの、まあ、自分の名前で、うん、あの人が呼べるってことで、うんうんうん、はい、そうすると助かりますね。ってことでじゃあまあこれは茨城県内の方はもちろんだけども、はい、いろんなところで見られてるんですけども、はい、R ブラッドで検索してもらえれば、そうですね、あれかな、はい、ホームページ等とかはあるし、あの電話とかでもあの言ってもらえれば、うん、はい、R ブラッドはスペルは普通、大文字の R、 そう、大文字の R にハイフンの BLOOD ですね。これ全部大文字で、そうです、はい、大文字で R ハイフン BLOOD で検索していただければ、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思いますけれども、こういったジムの運営とかってどうなん、実際こうここに通ってる生徒さんっていうの、はい、選手っていうの、はい、それからの月謝だけで成り立つもんな。そう、一応ね。はあ、すごいな。でもほらよくさ、あのボクシングとか見ててもさ、はい、このパンツにこうなんかロゴが入ってたりするじゃない、はいはい、いろんな なんとか商店とかさ。そうですね、うん、ああいったのっていうのはスポンサーさんに、スポンサーで、うん、あのうん、名前入れるとかそういうので、うん、はい、ちょっとやらしい話聞いちゃうけど、はい、そうですね。実際でもそういうのっていうのはこの格闘技の世界でもありなの？あ、格闘技、自分もまた、うん、今回の試合にスポンサーさんが、うん、一応、まあ、呼びかけて、何人かはあのパンツに入れるっていう話と、うん、あとは今回初めてバナーって言って、おうそういうのにもそのスポンサーになってくれる人で、うん、ロゴマークとかある人がいれば入れてって感じ。はい、
募集しよう。あ、募集、そうです、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひあのリュウタを応援したいということで、はい、ぜひとも連絡ください。よろしくお願いしたいと思いますけども、はい、でもリュウタにとって、まあ、こういった格闘技の魅力ってどういうところなの。魅力、だってその小学校2年生ぐらいからおぼろげながら思ってた世界をいまだに続けてるわけじゃない。はい、うん、そうね、どういうところに魅力を感じて続けられてるのかな。魅力はまだ子どもの頃とかってあのやっぱり誰が強いとか弱いとか、まあそういうので、うんうん、でそれの延長で今もやってるだけなんで、はい、で総合だとやっぱりボクシングだと倒されたら負けちゃうんじゃないかとかいろいろと、そういうの中では総合が一番あのトータル的に強いかなっていうので今もやってる。じゃあ、 あの言い方悪いけど子供の頃のまんままんまっていうまんまだね、ところもあるのかな。そうだね。いやでもそれってすごい羨ましいよね。ああ、うん、ね、なんかたまにそういうふうに言われる時もあるけど、うん、まあでもその通りだからなと思うね。はあ、もうね、本当同級生にこんなかっこいい男がいるってのは僕は嬉しいですよ。ありがとうございます。ちなみにあの生徒さんとかで募集してんのまだ。募集もそうだね、あの、うん、そうですね、いっぱい入った方が。でもやっぱ格闘技に興味ある方たくさんいらっしゃるだろうから、なかなか痛いんで、なかなか難しいですよね。まあ、確かに痛いね、はい、うん、でもぜひね、あのもしあのぜひぜひ、はい、皆さん入ってくれると助かります、水戸、茨城県水戸市にございますのでね、はい、ぜひとも足を運んでいただければ、はい、あの現役の選手が親切丁寧に、はい、そうですね、大島さん大丈夫？あのクラスがいろいろとあるんで。あ、そうそうか、はい。ちなみに俺何クラスぐらいになるのかな？クラスやるとしたら。ああ、いやどうだろう。あの打撃とかなければ充実だとか。うん、充実で、はい、もうできる。優しくいく？まあ全然それも。はい、まあ俺今から、ね、リュウタみたいな体型には難しいとは思うけども。あ、でも筋トレすればある程度は締まるよ。そういうの苦手だっつって。まあ楽しく ねやってもらえる。でも本当なんか前もこれお邪魔させてもらったけど、はい、すごくみんな楽しくやってますもんね。そうだね、やっぱり、まあ、試合近いになるとまあピリピリはするだろうけどね、あ、まあ多少は選手によっていろいろといますね、うん、まあ、いずれにしても10月26日、はい、日曜日ですね、はい、日曜日、はい、ぜひあの皆さん応援してあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。最後に一言皆さんに、はい、あのぜひ、来てくれると自分もテンションが上がるんでよろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日はですね、格闘技ジム R ブラッド代表櫻井龍太さんにお話を伺いました。今日どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。